こんにちは。お天気をお伝えします。こちらは今の札幌の空の様子です。低い雲に覆われて日差しがほとんど届いていません。午後も札幌は雲が多くなりそうです。午後のポイントがこちらです。今日は日本海側、オホーツク海側、そして太平洋側で天気が分かれそうです。日本海側とオホーツク海側ではこの後も雲が主役で風が冷たく感じそうです。買い物などお出かけの際は手袋やストールをお持ちください。一方、太平洋側ではこの後も日差しが届いて過ごしやすくなりそうです。では今の帯広の様子見ていきます。こちらは青空が広がって日差しがたっぷりと降り注いでいるようです。この後の天気です。帯広など太平洋側は晴れるところが多くなりますが、日本海側やオホーツク海側は曇り空ですが、この後天気が大きく崩れることはなさそうです。また各地とも海沿いは風が少し強く吹きそうです。予想最高気温です。札幌は昨日より2度低い7度です。旭川も昨日と同じくらいで5度と1桁止まりの気温です。日差しも少ないので肌寒く感じそうです。太平洋側は昨日よりも気温が上がります。函館は昨日より6度も高い12度と日向では過ごしやすくなりそうです。では最後に明日以降の天気を週間予報で確認していきます。明日日中は晴れますが、夜から天気は崩れていきます。明後日木曜日は広く雪が降りそうです。札幌では積もることはないものの、オホーツク海側平地でも15センチ以上降るところがあると予想しています。そして気温は金曜日をピークに低くなりそうです。金曜日の気温は札幌で6度、旭川は3度止まりの予想です。暖かくなるのは週が明けて月曜日以降となる予想です。以上、札幌からお天気お伝えしました。